こんにちは、ケンです。今回は千葉県柏市の昭和から平成をお届けします。市内の商業施設、駅周辺の商店街の変遷、消滅した昭和の映画館についてなどを見ていきたいと思います。人口は約43万人。千葉県内では千葉市、船橋市、市川市、松戸市に次いで第5位の柏市は、昭和から平成、令和にかけてどのような変化があったのか早速見ていきましょう。まずは柏の昭和を彩った商業施設とその変遷を紹介します。1973年、昭和48年ペデストリアンデッキ、通称ダブルデッキが駅東口に建設されました。今では珍しくないこのデッキは、なんと柏市が日本初でした。当時は相当型破りだったそうで、市の担当者すらこのデッキが本当に成功するか不安だったそうです。このダブルデッキは他の自治体からも注目され、その後松戸、大宮、町田、立川、八王子といった東京近郊の名だたる駅で採用されることになります。昭和47年にそれまで柏を通過していた常磐線快速電車が柏に停車するようになったのが、柏成長の大きな要因です。そごう、高島屋、丸井といった有名百貨店の集積を一気に加速しました。こちらはダブルデッキ建設中の写真です。正面の三角窓のあるビルはそごうですが、そごうも建設途中で、翌昭和48年に開業します。写真は1962年、昭和37年の柏駅を上空から撮影した航空写真です。赤い丸で囲んでいるのが柏駅ですね。まだ周辺に大きな建物は建っていません。当時は快速電車がスルーする、いわば田舎だったわけです。同じ場所の42年後、2004年に撮影した航空写真も見てみましょう。巨大商業施設が柏駅周辺に建っているのがわかります。赤い丸で囲んでいるのは柏そごうです。そごう名物の回転展望レストランの丸い形状が上空からでもよくわかりますね。柏駅周辺は茨城県、埼玉県からも買い物客を集めました。昭和39年4月にはクレシットの丸い柏店が開店します。これは丸いの東京都近郊都市出店の第1号店でした。丸いは昭和6年に東京都中野区桃園町に創業したのが始まりで、戦後続々と新規出店を進めていきます。写真右側に丸いのクレジットと袖看板に記載されています。これが当時の丸いです。この写真は昭和40年代から50年代初期にかけて撮影された柏駅周辺の写真で、商業施設が続々と建設されていた当時の写真です。右側には丸い、中央にそごう、左側には高島屋が見えます。丸い2階には1959年から2003年まで営業していた家電量販チェーンの新鋭電機が入っていて、駅のホームから店名がよく見えたそうです。昭和48年にはダブルデッキの竣工に合わせるような形で、丸井がリニューアル、ファミリー柏が開店しました。ファミリー柏はテナントとしてカメラ店、学生服店、手芸店、着物店等も入っており、大変賑わいました。1996年、平成8年2月には丸井柏店の新館が柏駅南口の2番街商店街の中に丸井館としてオープンしました。現在ドンキホーテグループに吸収された長崎屋柏店に隣接していました。新館のオープンに伴い、柏丸井本店は専門店のファースト館として営業した後、1999年、平成11年には柏バットとしてリニューアルオープンしました。柏バットは若者向けの商品に特化し、かつてはバットで商品を買うとついてくる、通称バット袋を持つことが周辺の中高生での流行りでもありました。柏バットが開業すると、ファミリー柏が影響を受けたようで、当時の柏バットのターゲット層である10代から20代向けの店舗がファミリー柏に次々と入居したそうです。この時、開業当時から入っていたテナントのいくつかが閉店、移転しています。そして2016年、平成28年10月には2番街商店街の丸井館がリニューアルされ、柏モディがオープンしました。写真はオープン当時の柏モディです。昭和の丸井時代と比べると本当に現代的な外観になっています。続いて高島屋です。高島屋も1973年、昭和48年11月にグループ12番目の店舗として柏駅西口に開店しました。写真はオープン当時の柏高島屋です。高島屋はバラの包みでも有名で、オープン当時の柏高島屋にも全店バラのグランドフェアとの垂れ幕がかけられていました。高島屋といえば、柏ステーションボールで遊んだ人も多いでしょう。写真右側にステーションボールのピンが立っています。左側には高島屋の広告塔が見えます。
1979年、昭和54年には柏高島屋ステーションモールの前身柏ローズタウンが誕生しました。当時のテナント数は102店舗で、そのうち15店舗が地元のお店でした。開店初日は早朝から入店を待つお客が行列を作り、12万人もの来客数を記録しました。開店から8日間で累計来客数はなんと64万人に達しました。そして1992年、平成4年には柏ローズタウンがリニューアルし、柏高島屋ステーションモールとして新しく誕生します。開店前夜の4月22日には約3000人もの人が徹夜組を含めて行列を作り、来客数は当初予想していた15万人を大きく上回る20万人を記録しています。さらに平成20年にはステーションモール新館がオープンしました。西口を出てペデストリアンデッキを新館の方に進んでいくと、ルイ・ヴィトンの巨大なサインが目を引きます。2009年3月にオープン、押切萌さんがテープカットに来たそうです。高島屋のブランド力というか、町としての柏のイメージを一気に高める効果に一役買っています。続いてはそごうです。柏そごうも1973年、昭和48年東口に開店しました。柏そごうの本館14階にはそごう名物でもある回転展望レストランがありました。平成28年9月の閉店までは営業しているそごうの中で唯一営業していた店舗です。スカイプラザ屋上には遊園地とミニアスレチック、ゲームコーナーもあり、乗り物も豊富で遊んだ人も多いと思います。柏そごうは駅前の立地で、高島屋とはライバル関係にありました。ただ先ほど紹介した柏ローズタウンが再編され、平成4年に柏高島屋ステーションモールが開店したのをきっかけに一気に苦戦を強いられます。2003年平成15年にはリニューアルし、平成17年には別館のスカイプラザにビッグカメラが入居します。2016年9月には柏そごうが閉店、43年間の営業に幕を下ろし、そごうから回転展望レストランがなくなりました。4年近く放置状態だった本館の跡地は、三井不動産が令和2年11月までに全ての地権者との交渉を終了させ、購入して所有権を得ます。次はイトーヨーカ堂です。イトーヨーカ堂柏店は1971年昭和46年に開店しました。写真は昭和40年代の柏駅東口です。写真の奥にイトーヨーカ堂の看板が見えます。まだ昭和48年に完成したダブルデッキがないので、昭和46年から47年の写真でしょう。当時7階建てのイトーヨーカ堂は周囲でも突出して高い建物であり、毎日足を運んでいた人もいたようです。当時のイトーヨーカ堂の看板は現在のものとは鳩の形が違います。昭和47年に CI、 つまりコーポレートアイデンティティの導入により、イトーヨーカ堂という店名の最後の堂が漢字からカタカナの堂に変わり、これに合わせて今の赤、青、白の鳩マークに変わりました。また現在のイトーヨーカ堂の駐車場あたりには、かつて柏市役所の庁舎があり、いくつかの歴史が交差する場所でもあります。続いては長崎屋です。現在はドンキホーテになっている長崎屋柏店は、柏二番街に1967年昭和42年に開店しました。長崎屋のボーリング場で遊んだ人も多いと思います。2008年、平成20年にはドンキホーテが長崎屋を買収したこともあり、長崎屋柏店がドンキホーテに業態転換しました。長崎屋からの転換1号店で、現在も長崎屋のロゴが残っています。長崎屋のサインが現在も残っているのはドンキホーテに変わったものの、運営は長崎屋直営のため、ロゴがそのまま残っているようです。ドンキホーテ2階には長崎屋時代から続く老舗喫茶店パーラー鳴島が現在も営業しています。地元の憩いの場であり、創業当初からの変わらない味を求めて多くのファンが訪れているそうです。昭和の商業施設で最後に紹介するのは扇屋です。扇屋百貨店は2番街商店街に1970年昭和45年に開店しました。昭和48年には扇屋百貨店入り口にマクドナルドがオープンします。写真は当時の柏2番街商店街の写真です。左側にマクドナルドハンバーガーの文字が見えます。昭和51年に扇屋百貨店は関東進出を図るジャスコと合併し、扇屋ジャスコに名称変更します。ただその4年後、昭和55年には扇屋ジャスコは閉店し、現在跡地には新生堂カルチェ5柏店、ツタヤなどが入居しています。写真左側には新生堂カルチェ5の看板が見えます。ここに当時の扇屋があったわけです。これまで昭和の商業施設から見てきましたが、一度ここでフィルムを巻き戻すように柏市の誕生について見ていきましょう。柏市が誕生したのは1954年、昭和29年11月15日です。
当時は昭和の大合併が進められており、昭和28年から昭和36年までの間には全国各地の合併が進み、市町村数がほぼ3分の1になりました。写真は昭和29年1月から8月に誕生した市の一覧です。ところでここには柏市の記載がありません。よく見ると赤い丸で囲んだところに統括と記載されているのがわかります。実はこの統括市は柏市の前身であり、わずか2ヶ月ほどで消滅した幻の市なのです。昭和29年8月2日に千葉県議会は柏市、小金町、田中村、土村を廃して9月1日からこの統括市として誕生することになっていました。新市名の決定には合併する町村いずれかの名称を引き継ぐのが一般的でしたが、この地域が東葛飾郡の中央部に位置していることから、新市名を通例とは異なり統括市と決定します。東葛飾郡はかつて千葉県にあった郡で、千葉県北西部の広範囲を占めていました。ただ旧小金町は鉄縁などから昔から松戸方面との関連が強く、その大部分が途中で松戸市に編入されてしまいます。これ以外にも他の町に編入する地域があり、市民の間から統括市という名称に疑問が起こりました。集落が点在した柏地域も常磐線柏駅の開設とともに大きな変貌を遂げ、交通の要衝として県立高校や銀行が設置されるなど、活気ある商店街を持つ市街地が出来上がりつつありました。新しい市にふさわしい名前として周囲から認められる存在となっていたのです。そのため1954年昭和29年11月15日に統括市は市の名称を柏市に変更することになりました。こうやって誕生した柏市ですが、続いては柏駅の周りにある古くからある商店街を見ていきましょう。柏駅が整備される前から商店街が並び、現在でも営業を続けている店舗もあります。まず紹介するのは柏駅前通り商店街、通称ハウディモールです。柏駅東口を出てまっすぐ伸びる通りです。写真は昭和28年に撮影された柏駅前通りの斉藤商店です。店先にはアイスクリームの文字が見えるほか、自転車や小荷物の一時預かり所もありました。柏駅は明治29年の鉄道開通の際に地元の有力者らの熱心な誘致で開業します。駅前は商業文化の中心地として発展し、都市化へのきっかけとなったのです。こちらは1954年昭和29年、柏市として市政が施行され、祝祭ムードの柏駅前通りです。多くの人で賑わい、当時の熱気が感じ取れる一枚になっています。こちらも市政施行で賑わう柏駅前通りを柏駅方面に向かって撮影したものです。多くの旗があちこちに掲げられ、カラフルに商店街を彩っていました。市政施行で祝祭ムードに包まれた柏市ですが、その翌年1955年昭和30年12月25日に発生した火災で、付近一帯は焼き尽くされてしまいました。これは柏の大火と呼ばれ、年末の繁忙期の中、商店街は大きな被害を受けます。柏駅前商店街は写真左上の赤線で示した部分です。この商店街は実は直接の被害には遭っていません。被害が大きかったのは青色の線で示した旧水戸街道沿いの本町通り一帯でした。火元になったのは当時の市役所裏手、現在の伊東洋華堂柏店あたりにあったアパレル製造工場です。北西風に煽られた火は勢いを増し、周囲一帯を焼き尽くしてしまいます。消防団も必死の消火活動を続けましたが、手押しポンプが中心の当時の装備に水流の悪さも重なり、延焼を防ぐことは容易ではありませんでした。結局全焼43棟、33世帯が被災し、181名が焼け出されるという惨事になってしまったのです。そこで昭和31年から鉄筋コンクリート造りの建物に建て替えが進み、防火建築帯として商店街は再生します。こちらは昭和30年代初期の柏駅前商店街です。ほぼ復興が終わり、コンクリート造りの街並みに変わったことがわかります。こちらは昭和44年の柏駅東口前です。タクシー2台目はトヨペットのクラウンのようですね。その前は日産ブルーバードでしょうか。昭和47年には先に触れたように柏駅に常磐線快速電車が停車するようになり、昭和48年には柏駅東口ダブルデッキが完成。そごう、高島屋、ファミリー柏が開店し、現在の柏駅周辺の姿はこの年にほぼ出来上がります。柏駅周辺は大規模な百貨店やスーパーと商店街が共存する時代に入ってきました。柏駅前商店街は歩行者天国も実施され、柏駅東口の目抜き通りとして賑わい、地域の住民だけではなく近隣地域から多くの買い物客がやってくるようになります。
続いて紹介するのは柏二番街商店街です。二番街商店街は全街式、つまり全面的に屋根で覆ったアーケードになっています。柏駅東口を出てすぐの場所にあり、先ほど紹介した柏丸井、モディ、ドンキホーテもこの商店街に位置しています。柏二番街商店街は昭和46年までは京北通り商店街と呼ばれていました。昭和38年にシンボル的存在である京北ビルが二番街商店街の入り口からすぐの場所に竣工します。この京北ビルに京北スーパーが昭和38年に開業しました。昭和30年代は天蓋がなく車も走っていたわけですね。昭和47年に梅林堂ビルがオープンし、お菓子やパン以外に洋食の食堂と中華料理にも挑戦してお客さんを引きつけます。この梅林堂はもともと昭和23年にこの地に開店し、お菓子、パン、ケーキなどを販売していたお店です。店頭は親子連れや子供たちでいつも賑わっていました。山崎パンの看板が大きく掲げられています。派手な服装で楽器を演奏しながら街を歩いて宣伝するチンドン屋を積極的に使っていたそうです。梅林堂は昭和41年に新装開店し、後の梅林堂ビルの礎となります。昭和48年には千葉県で最初の全街式アーケードが完成し、名称も二番街商店街へと変更されました。この写真は1976年昭和51年の二番街七夕祭りのイベントを撮影したものです。写真中央には黄色い看板のおもちゃ屋キャッスル石戸がありました。人気のおもちゃ屋さんで多くの人が集まり、イベント時には大変な盛況ぶりを見せていました。またこちらの写真は同じ時期のキャッスル石戸前のものです。写真右側には美空ひばりショーの看板があり、柏市民文化会館で開催されたようです。二番街商店街は平成25年のリニューアル工事で明るい透明なアーケードに生まれ変わりました。二番街の入り口には今も梅林堂の姿が見えます。ここまで紹介してきた商店街が集まる柏駅東口周辺には、昭和からの印象的なお店が今もなお残っています。昭和43年に創業したカレー専門店のボンベイ、このお店は実は昭和31年に創業した上野の名店デリーの味を受け継ぐお店です。写真はシチュードカレーの甘口です。また山本模型店も昭和から残るお店の一つです。スカイプラザを右手に見ながら迂回するように歩き、1、2分進んだところにお店があります。今時珍しいスケールモデルの専門店で、初心者にも優しいお店です。柏出身の男性ならこのお店でプラモデルを購入した経験のある人も多いのではないでしょうか。さて今度は西口の商店街も見ていきましょう。昭和初期までの柏駅の西口は実は民家もまばらで、畑や森がほとんどでした。西口側の景色が大きく変わり始めるのは戦後昭和30年代になってからのことです。1956年昭和31年には柏駅西口が開設されました。写真は柏駅西口開設の記念式典の様子です。西口の開設は東口に遅れること60年後のことでした。明治期に柏駅が開設されて以来、半世紀以上も町の中心は東側でした。西口のエリアは長く町の発展から取り残されていましたが、柏駅西口開設の運動が昭和25年頃から本格化します。5、6年の歳月を経てようやく柏駅西口が開設したという経緯があります。1987年昭和62年には駅の東西自由通路も開通し、1992年平成4年に東部、平成11年には JR の南口が開設されました。この西口の商店街を見ていきましょう。まずは柏一小通り商店街です。西口から柏第一小学校に通ずる200メートルの商店街です。地元では西口の路地裏と呼ばれているそうです。柏一小通り商店街は西口開設前からの古い歴史があります。昭和29年頃に形成されたようです。商店街にはレトロな街並みが残っており、昭和から残る懐かしいお店もあります。こちらは昭和48年開業の喫茶店コンパルです。落ち着いた雰囲気のある喫茶店でした。昭和51年創業の柏駅西口ロータリー近くの喫茶店コーヒーハウスうららが令和2年に閉店しました。閉店間際の営業では別れを惜しむ人々で、店内は連日満席に近い状態になっていたそうです。さて少し場所を移して続いては豊敷台団地の様子を見ていきましょう。豊敷台は東洋一と言われた公営競馬場柏競馬場跡地に建設されました。具体的には豊敷台3丁目と4丁目のエリアです。赤い四角で囲んだ部分がかつて競馬場だったところです。昭和3年に千葉県畜産組合により柏競馬場が開設されました。コースは1周1600メートル、
第1回千葉県営競馬はこの柏競馬場で行われました。馬場や場内の設備についても当時最新鋭のものが導入されています。市内の高級洋食店が出店するなど、日本一の競馬場、いや東洋一の近代競馬場として注目を集めました。初開催の3日間で9万人の入場者を記録しています。現在競馬場の機能は船橋競馬場に引き継がれています。今もなお続く重賞レース柏記念という名に柏競馬場の足跡を残しています。戦時中はニコンの軍需工場、戦後は住宅地化されて現在 UR 豊敷台団地となっています。豊敷台団地は全103棟、総戸数4666戸を要する大規模な団地です。平成16年から全面建て替え事業に着手し、令和2年時点でも工事が続いています。案内図でもわかるように中央には商店街が配置されています。これが豊敷台団地商店街です。昔ながらの商店街が広がっており、松坂屋ストアが入居していました。商店街では団地専用の換気扇も販売されており、団地に住む人にはなくてはならない場所だったと思います。続いては柏にかつてあった映画館を見ていきましょう。柏には昭和から平成にかけていくつもの映画館が開業し閉店した歴史があります。一つ目は柏館です。昭和4年に開業し、最初は演芸場として営業を開始しました。芝居や浪曲の公演が行われ、柏の文化娯楽の発展に影響を与えたと言われています。戦後の昭和23年には別の映画館経営者が買収し、映画館として新たに開業しました。多くの映画を上映し、柏市民には娯楽の場となっていましたが、昭和43年には閉館しています。跡地は現在のイトーヨーカドー柏店の南東側の出入り口付近になっているそうです。こんなところに映画館があったとは知らない人にとっては新鮮に感じられるかと思います。続いて富士館です。昭和28年には柏館と同じ経営者がすぐそばに2つ目の映画館として開業しました。昭和39年の柏市商工図鑑の地図に富士館の場所が記載されていました。写真中央やや左に富士館の名前が見えます。中央には柏市役所、さらに右下には青果市場もあります。富士館も柏の娯楽の中心となったそうです。この富士館は昭和48年に閉館し、跡地はマンションになっています。富士館の閉館により柏から一旦すべての映画館がなくなりますが、昭和52年に柏シネマが開業したことで再び映画が見られるようになりました。赤い丸で囲まれているのが柏シネマがあった場所です。2番街に入ったところにありました。写真は昭和58年当時の柏シネマです。本日限りと宣伝されているのが、根津甚八、秋吉久美子が出演した映画さらば愛しき大地。柏シネマは1階に階段があって看板も出ていましたが、駅前商店街の喧騒やパチンコ屋の派手なネオンなどもあり目立たなかったそうです。閉館したのは平成5年頃と言われており、跡地は松本清志柏2番街店になっています。続いては柏松竹です。柏松竹は平成6年にホテルサンガーデンの地下に開館しました。柏松竹では3つのシアターが運営されており、3つとも座席数が100数十と比較的こじんまりとした映画館でした。平成18年に閉館し、入っていたホテルサンガーデン柏も平成26年に営業終了しました。現在この建物は河合塾柏校になっています。続いて紹介するのは柏シネマアート、柏シネマサンシャインです。柏シネマアートは昭和63年に開館し、平成4年に閉館しています。そして柏シネマサンシャインとなり平成5年にオープン。座席数は合計250席ほどでした。柏シネマサンシャインは平成20年に閉館します。跡地はライブハウス柏パルーザになっています。消えた映画館の最後に紹介するのはシネスクープ柏湘南です。これまで紹介した映画館とは少し離れた場所にあり、スーパーオートバックス柏湘南の中にありました。開館したのは平成10年頃で、平成20年には閉館しています。多くの映画館が開館しては閉館してしまいましたが、もちろん現在でも営業している映画館はあります。ショッピングセンターララポート柏の葉にはムービックス柏の葉があります。柏駅西口の高島屋ステーションモールにはキネマ旬報シアターがあります。これは柏ステーションシアターを平成25年に継承したものです。キネマ旬報のバックナンバーがずらりと並んでいるので映画好きには必見です。平成28年には公園と商業施設が一体になったセブンパークアリオ柏内に東方シネマズ柏がオープンしました。さて、柏市にはかつて手賀沼周辺などでリゾート開発を進めていた過去がありました。これは手賀沼ディズニーランド計画と呼ばれており、実際には計画中止として誤破産になった過去があります。
手賀沼の水質悪化及び開発会社の財務状況悪化が中止の理由でした。この地には平成28年にセブンパークアリオ柏がオープンしています。はい、ということで今回は柏市、特に柏駅周辺の昭和から現在に至るまでの歴史をたどってみました。市政が施行される前から柏駅を中心として商業文化を発展させ、賑わいを見せてきた柏市、多くの人が今も集まる丸井や高島屋といった商業施設がある中で、そごうや扇屋など消えてしまったお店もあり、時の流れを感じます。今回三井が開発した柏の葉周辺の開発については触れられませんでしたので、これはまた次回の柏編でお届けします。今後の柏の発展にも注目していきたいですね。この動画が良いなと思われましたら高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。